こんにちは。こんにちは。なんか流行ってちょっとダメだな。ちゃこんにちは。切れようかな。スポーツだからな。そうですね。そうだな。今日はセ・リーグということで、はい、ね。まあ優勝はほぼやっぱ巨人だと思うよ、うん、優勝ラインとかいろいろ見ても、はいはい、巨人はまだ負けれるもんね。 DeNA と広島っていうのはまあほぼ負けれないような状況にもういるからね。27試合とかね、はい、27、6、まあ、それで、まあ、巨人が行くかなっていう、まあ、まあね、パリーグと違ってね、はい、セリーグの場合は A クラスと B クラスがはっきりしてるわ。で4ゲームぐらいで阪神が4位で追ってるけど、まあ、27日ね、はい、現在で、で、まあ、阪神がないっていうのはさ、やっぱミスが多いわ。ピッチャー確かに頑張ってるし、はい、すごくあの系統に入った時に、はい、あの非常にいいピッチャー揃えてるしね、まあ、いいとは思うけど、でもやっぱりねミスがやっぱ多すぎる。守備に関してもそうだし、バッティングに関してもそうだよ、はい、だからまあないな、 A クラスはな。で巨人が優勝でしょ、ほぼ、はい、で DeNA と広島、これさ2位に入ると本拠地でできるじゃない、はいはい、ね、はい、これ本拠地でできるっていうのは収益に関わってくるんだよね。あ、もう何億って変わってくるから。確かに本拠地でやると、だから是が非でも2位になりたいよね。そうですね、まあ、集団関係者ね、はいはい、まあ、選手とかがもう必死にやった結果やからとか思うけど、はい、だからまあ有利なのはやっぱり雰囲気的には横浜が有利かなと思うけど、うん、でも、まあ、3連覇とかしてる広島がやっぱ最後の最後黙ってないと思うんだよね。だからいい勝負になってくると思うんだよ、はいはい、このままこう刺しつ刺されつでね、はい、だからそういうペナントレースになってくるかなという、だからそこら辺を考えてると巨人はまあある程度勝っていけばまあ逃げ切れるという状況に入っちゃったよね。うん、もう優勝を狙ってこけるか、2位3位を狙って2位になるか、うん、やっぱここら辺のさじ加減っていうのはすごく難しいと思う。あ、やっぱ最後まで諦めたくはないよね、優勝を、まあ、そうですね、でもね、はい、かなりきついよ巨人が本当にこけない限り、うん、普通に戦って巨人の強さってさ、はい、名古屋ドームで2安打で 2-1 で勝った試合があるんだよね。だからみんな打てなくなったら負ける、はい、打ち出したら勝つっていう今年の野球なんだけど、はい、ヒット2本で勝てたっていうのはさ、まあ、それなりのものがあるチームじゃないと勝てないよね、うん、確かに、うん、だからそういう試合ができたというのが、まあ、巨人が優勝する価値があるのかなって思うよね、はい、で DeNA と広島、はい、まあ、先に言っとくと、はい、DeNA は広島に落ちないでくれと思ってるよね。なんでか分かる、阪神にめちゃくちゃ弱いんだよ DeNA だからクライマックスシリーズでまたスタジアムで強い、はい、バカスカ打つんだよ。なるほど、阪神が。だから広島が4位になって阪神が3位になったらめちゃくちゃ嫌だと思う、はいはい、なるほどね。でもそれを望んでるのが巨人だよ、はいはい、で巨人は DeNA と広島にはそんなに、ね、はい、得意とはしない。広島には苦手な意識がちょっとある、はいはい、まあ DeNA もやっぱ強いって認めてる、うん、一番嫌だと思ってるとはずだよ。この2チームが A クラスに残るっていうことはすごく巨人にとってはプレッシャーになるよね。で阪神が仮に上がったとしたら、はい、DeNA をやっつけて阪神が上がってきてくれたら、はい、阪神には強いんだよ。なるほど、ね、だからすごいこうそこら辺は面白いと思うよ、はいはい、確かに、うん、だからまあそういう風になった時にだから巨人がなんていうの、もっと余裕があったら阪神にわざと負けるとかね、あ、もう若手を試すとか、はいはい、そうなってくると面白いけどね。確かに、もうそれも作戦のね、そこら辺の、はいはい、作戦だよ。確かに、ただ負けれないからな、うん、なんつってもな、まだ優勝が決まってないから。そうですね、優勝が決まったらそういう細工するかも、はいはい、阪神頑張れ頑張れって、いやでもそれいやいや、そういうのがあって面白いね、まあ、面白いですけど、ね、そうでしょ、はい、ね、だって広島と DeNA が戦って上がってきて、はい、巨人と戦うって、うん、でも第一ステージを
上がって戦うっていうのはやっぱそれなりの勢いもついてきてるしね、うん、それを止めなきゃいけないわけ、はいはい、だから一緒のアドバンテージはあったとしてもやっぱそれは嫌だよ、気色悪いよ、うん、確かに。でまあ中日はやっぱ残念だったないや残念だよ、ね、やっぱ抑えのところでやっぱしくじってるよな、はいはい、後ろのあれでピッチャーで、まあ、広島もそうだけどさ、中崎がいて、はい、中崎ひげを蓄えてたんだけど、はい、3点差をひっくり返されてね、はい、追いつかれて負けたのかな、あの時でも延長になって勝ったのかな、もうひげ剃ってたからね、覚悟じゃないですか、覚悟だよその覚悟っていうのはすごいいいことなんだけど、はい、まあひげで勝ったり負けたりするんだったらそんな簡単なもんじゃないけどね、まあ気分は変わるだろうから、まあまあそうですね、だから気分は変えただけなんだろうけど、はい、だけどなあ、はい、後ろのピッチャーだよな、だから山崎康明、はい、まあ巨人戦で1試合やられたけど、だけどまあまあそこそこやってくれてるよね、うん、だからまあ広島抑えがいないしな、ちょっと心配やな、まあ、ね、あとヤクルトもうどうしようもないな離れちゃったもんな、だから村上だよあそこは、はいはい、そうですね、確かにもう個人のタイトルっていうところでしかないですよね、だから村上にまあ例えば打点王のチャンスがあるわけだから、はいはい、それを確実に取らしに行くのか、確かに、ね、まあ行くのかって言ってもゲーム展開によるからな、まあ、そうですね、これはもう自然の流れしかないけどさ、はい、またあとホームランがね、中西さんが35本だっけ、35本ぐらいなんだよ、トップで19歳、はい、すごっ、清原が31から2かな、はい、だからその記録を全部塗り替えるか、まあそこら辺ペナントレースは楽しみだけどね、はい、まあ順位はセ・リーグのはほぼまあ決まってるかな、1位、はいはい、巨人、4位阪神、5位中日、はいはい、6位だから、あの2-3が2-3だけだな、だから広島か DeNA かっていう、うん、はいはい、でそれを考えると、まあ、巨人がやっぱり抜けると思うんだよね、うん、日本シリーズ行くと思うんだよね、はい、でやっぱソフトバンクだと思うんだよね、うん、巨人とソフトバンク、ソフトバンクかなですね、僕もそう思います、やっぱピッチャーがいいよ、ピッチャーね、うん、ピッチャーがいい、ピッチャーやっぱいいところ強いですよね、いやそれは安定してるもん、はいはい、うん、だからまあソフトバンクも揃ってきてるしな、アンデーハーグって知らないでしょ、はい、ね、それも2軍でいい感じや言うて、東浜、はいはい、ね、投げた後いい感じや言うて今度まだ2枚残ってんだろやばいですね、やばいよ、あの外国人のあの子はスチュワード、あの子まだなんですか、まだだな、早く見たいけど、ね、そうですね、あれ日本に来たの、いやどうなんですか、まあ、いるんだろうけど、多分いるのはいるでしょうけど、まあまあでも楽しみがあるチームだよね、そうですね、いやいろんないい選手がいるもん、はい、足は使える、パワーはある、ね、どこ取っても引けを取らないというか、そうだよ、ピッチャーは球速い、はい、特殊ボールを持ってる何を取ったって、確かにいいよ、負ける方がおかしいよね、ああ逆にね、ね、はいはいはい、まあでも楽しみやな、はい、そうですね、乗ってないね、え乗ってないね、何がですか、俺が、ああ確かにね、まあ気遣いしてるんですか、気遣い、はい、気遣いしてないなんで、なんで、何気遣いないの、気遣わなきゃ、いやいや、なんとなくです、いやいやいや、まあ DeNA が2位、はい、ね、広島3位ね、ということで、はいはい、ありがとうございます、はい。